皆さんこんにちは、作曲家の西村直樹です。今日もウィーナースタジオからお送りしています。今日2017年3月の26日日曜日、今日のスーファの言葉は朝の音楽、朝の音楽。そして今日の BGM は生命の和の音、スーファ調和シンフォニー、生命の和の音 432Hz で収録したアルバム、スーファ調和シンフォニーの中から3月、花を咲かそうをお送りしています。このアルバム1月2月3月と12月までの各月のテーマ曲を書いております。この432Hz、世界の標準ピッチはドレミアソラシドのラの音が 440Hz と言われています。それをあえて 432Hz にしてるわけですね。非常にオペラ作曲家で有名なヴェルディ、彼も 432Hz を提唱していました。生命の和の音と歌っている言うがごとくですね、このアルバムが非常にここに書かれているようにですね、心地よいですので、病室とか、そしてリビング、玄関、車の中とかですね、ありとあらゆるところに使われているわけです。そしてこのアルバムをですね、24時間何年もずっ、1年以上ずっと続けてですね、乳酸菌の培養に使われています。そしてあるところでは野菜、果物、そういったものの育成の時にも、これを音楽をですね、静かにずっと24時間流しっぱなしにしてるそうです。ぜひ皆さんも手に取ってじっくりと聞いてみてはいかがでしょうか。それでは今日一日が皆様にとって素晴らしい一日でありますように。